こんにちは。トイ活道場インストラクターの小森ゆきです。します。はい。トイ活道場インストラクターの遠藤俊平です。はい。お願いします。お願いします。はい。今回ですね、トイ活道場のインストラクターの中でも、タイトルを持っている、しかも2つのね、チャンピオン、ベルトを持っている遠藤先生から技術の、技術の指導を僕がしていただきたいということでお願いしたところ、快く受けてくださいましたので、技術の指導を、ね、いただきたいなというふうに思うんですけども、今日はどのような技術を教えてくださるんでしょうか。はい、今日は、対左利き、対左利きの人は対右利きでも使えるんですけど、利き足のミドルキックを、当てる、練習をやっていきたいと思います。キックですね。はい。はい、じゃあ、ちょっとよろしくお願いします。お願いします。お願いします。遠藤さんは、右利きなんですけど、サウスポーに入ってるんですかね。はい、そうです、はい。はい。そしたらですね、はい、左利きの人用になっちゃうんですけど、はい、まず、構えてる足の位置を、こう相手の前足の外に置いて構えます。ちょっとこう相手に正面向いた状態で構えたまんま、こうリズムとって、でじゃあ相手が右ストレートでこう入ってきた瞬間とかに合わせて、このままバッと足上げるだけで、はい。これはもうカウンターみたいな感じですかね。そうですね。パンチしたった相手のステップに合わせて、はい、ミドルキックのカウンターっていう、ね。そうですね、はい。僕はじゃあ踏み込んでストレートを狙えばいい。そうですね。はい。じゃあやっていきます、ね。はい。お願いします。おお。はい。よいしょ。よし。ああこんな感じですね。はい、あこれはなかなか避けづらいですね。はい、相手に入ってきたら避けづらいですね。で今みたいにこうストレートを打ってきたのに合わせて正面立ってるとそのままボカーンってもらっちゃうんですけど、この前足の位置を外に置いてるんで、蹴った時に自然とストレートの軌道から頭がこう外れるっていう、はい、で、はい、じゃあ僕もやってみてもいいですか。あ、はいはい、僕の場合は右、オーソドックスでサウスポー相手に使える技ですね。そうです、そうですね、はい、サウスポー相手に使える技で相手の足よりも外に出す。そうです、もう最初にちょっとこう結構正面向いちゃって大丈夫なので、あ正面向いちゃって、はい、で外にこう開いておいて、開いておいて瞬間に、あそうです、こんな感じで、はい、開いておいて、ああ、かっこいい、さすが、はい、バッチリ、バッチリ、もうバッチリです。あ、今のが、パンチに合わせて入っていくっていう感じですね。そうですね、まあ、パンチ打ってきてなくても、うん、相手がこうグッと入ってきたに合わせて、あ合わせて、はい、このままバッと蹴れる、合わせる、はい、まあ、総合とかでもミドルキックキャッチされやすいと思うんですけど、タイミングがあれば結構使える技。ああ、そうなんです、はい、総合でも使える、総合でも、僕は総合格闘技なんで、はい、ちょっと使える技を教えていただけてますね。はい、ちょっとレガスつけてやってみますか。はい、はい、じゃあちょっとレガスつけてやっていきましょう。いきます。